はい、こんにちは、まとめです。皆さん、今年に履くおしゃれなサンダル、すでにゲットしましたか？まだゲットしてないっていう人はこの動画必見です。サンダルって見た目が良くても履き心地が良くなかったり、その逆だったりと、探すのが意外と難しいアイテムなんですよ。とはいえ、夏はサンダルに力入れないってもうコーデント失敗してるようなもんで、おしゃれは足元からという言葉もある通り、ファッションにおいて足元ってめちゃ重要なんです。加えてサンダルって夏にはね、持ってさえいればヘビロテすること間違いなしと言ってもいいアイテムなので、逆に言うとダサいサンダル履いていると全てのコーディネートがね台無しになってしまうんですよ。そこで今回は今買えるナンバーワンおすすめサンダルを紹介します。このサンダルさえあれば夏もめちゃくちゃ快適におしゃれに過ごせること間違いなしです。見た目だけでなく履き心地も兼ね揃えた最強サンダルなので、今年の夏おしゃれなサンダル探してるな、まだ見つかってないななんていう人は今回の動画ぜひ最後までご覧ください。ということで今回紹介するサンダルこちらですね。ホカオネオネっていうブランドのホパラというモデルになっています。お値段は 16,500 円。ちなみにこちらカメラマン山崎さん愛用品でもあります、はい。まあ、僕も使っているわけなんですけど、ザキさん今年これかなり昔から使ってない？去年から。もうこれ去年からか、はい、履いてるんだ。これやばいよね。これやばいです。買ってほしい。これ買ってほしいですね、はい。もううちのオリジナルのサンダル今年本当に自信作だったんですけど、そんな売れなかったんで、あれをね買わなかった人たちはぜひこっちを買ってほしい。せめてこれだけでも買っていただけたらなと。まあ、びっくりしましたがね、ほんと自信作であんま売れないんだみたいな。おかしいな、悲しい。すごい自信あったんですけどね。まあもうあれ買うことできないんで、まあ、あれちょっとね逃したっていう方はこのホパラ超おすすめです。まあ、簡単に言うと何がいいのかっていうと3つあるんですけど、単純に履き心地が尋常じゃなくいい。そして続きまして見た目かっこいい。あとロングシーズン使える。この3つです。ということでまず1つ目、スニーカー並みまたはそれ以上の履き心地。ここから行こうかなって思うんですけど、まあ、僕よりもねザキさんのが履いた回数は絶対多いんですよ。これやばいよね。これ本当になんか履いちゃう、ついつい履いちゃうぐらいです、うん。もうニューバランスってめちゃ歩き心地いいじゃないですか、はい、履き心地いいじゃないですか。それ以上っていう人が多いですね。そうですね、うん。僕もこっちのがいいかなって思ってますし、ザキさんもそう言ってたよね。そうです。で僕の周りも、まあ、ニューバランスでも十分満足なんだけど、それ超えてくるかなって。このホパラに限ったことじゃなくて、まあ、クリフトンとかね、ホカ自体すさまじく歩き心地いいんで、これがナンバーワンって言ってる人が多いですね。ホカが歩き心地に関してはっていうぐらいすごくいいです。そもそもサンダルって、まあ、涼しくて着脱も簡単で夏ついつい履いちゃうっていうね機能性があるアイテムだと思うんですけど、その反面デメリットとして疲れるっていうね。サンダルって、まあ、足痛くなるじゃないですか。その弱点あると思うんですけど、このホパラそんなこと絶対にないです、まあ、なんでそんなに歩き心地いいかっていうと、まずこちらですね、ソール見ていただきたいんですけど、このボリューミーなミッドソール結構すごくないですか。まあ、今っぽい見た目でもあるんですけど、まず履き心地の話いきたいと思います。ラバー EVA っていうクッション性と反発性を持つ素材を使用しています。この素材自体はねそんな珍しいわけじゃないんですけど、それがめちゃ極厚、肉厚なんですよ。近くで見るとこんな感じですね。でこれによって何がいいかって、履くと一発で分かるんですけど、履き心地めちゃ柔らかいんですよ。この履き心地はね病みつきになると思います。すごい柔らかいです、まあ、このボリューム感どれぐらいかっていうと、普通のランニングシューズと比べると多分2倍以上はあるんじゃないかな。 2.5 倍ぐらいはあるかもしれません。それぐらいのボリューム感になっていて、まあ、他ってランニングシューズなわけなんですけど、そのランニングシューズの技術がこのサンダルにも詰まってるわけですよ、まあ、歩きやすいしホールド感もあるし軽さもあると、まあ、割と機能性に関して言うことはないんじゃないかなと思います。でアウトソールは通常のね EVA じゃないラバーが使われているわけなんですが、このねラバー結構優秀で、濡れてても濡れてなくてもしっかりグリップしてくれるんで歩きやすいんですよ。雨にも強いです。でここに関して僕ちょっとよくわからないんですけど、ここのね溝の作り方他ってすごい研究しているらしくて、このパターンだとグリップがすごい強いらしいですね。確かに細かいんですね、めちゃくちゃ。普通もちょっと単純だと思うんですけど、溝の数が少ないと思うんですけど、これのおかげでグリップがねしっかりしているというのがこのねホパラの特徴です。そして続きましてこのアッパーに注目していただきたいんですけど、この部分ですね、タンの部分から続いてる中の部分のネオプレーン素材っていうのが使われていて、まあ、一時期ねスニーカーブランドでも結構多用されていた素材なんですが、伸縮性だったり耐摩耗性、耐熱性、耐寒性、クッション性などに優れた素材になっていて、これが結構快適なんですよ。実際足の甲に当たる部分がネオプレーンになってるんで、肌当たりがねすごくこれ良くてもっちりとしていて、長時間
歩いていてもこの肌の部分、足の甲の部分も痛みにくくなってます。おまけに靴ずれもしにくいです。でこのアッパーのねこの部分見ていただきたいんですけど、アジャスターもついていて、このアジャスターで結構サイズ感変えることもできます。でおまけにこのね余った部分ってこの中にしまうこともできるんで、ここが邪魔になるっていうこともないですし、ここ自体がねデザイン性として生きてくるんで、別にこう垂らしておいても問題ありません。つま先部分、ここラバーのトゥーキャップがついていて、これがね地味にありがたい。例えばバーンってぶつかった時も車のバンパー的な役割を果たしてくれていて、足を保護してくれますし、このねトゥーの部分は結構盛り上がってるじゃないですか。こうやって盛り上がっていることによってつまずきにくいっていうのもありますね。そもそも物理的に当たらないんで、ちょっと浮いてるからっていうことで転ばないっていうねところも嬉しいんじゃないかなと思います。そしてかかと部分には引き手がねあります。この引き手がデザイン的に邪魔にもなっていませんし、実際この靴履くときここやっぱね触るんですよ。ここ引っ張ると履きやすくなるんで、これがね結構ありがたい仕様です。そしてこれデザインの話にもつながってくるんですけど、ミニ四駆の肉抜きみたいに穴がいっぱい開いてるわけですよ。いわゆるグルカサンダルみたいな感じの作りになっていて、肌を見せてね季節感を出すこともできますし、ソックス中に入れておしゃれなコーディネートにするっていうことも可能になっています。はい、ということでここまでね機能性だったり履き心地についてお話してきたと思うんですけど、まあ、本当歩きやすいですよね。そうですね、ふわふわですね。ふわふわ、はい、疲れない。1万歩ぐらい歩いても足痛くならないっていう本当便利なねサンダルだなと思います。まあ、そもそもポカオネオネってあんまりまだ知らないって人もいるんじゃないかなって思うんですけど、それもそのはずで2009年にできたアメリカのブランドで、そんな歴史が長いわけじゃないんですよ。でおまけに日本に上陸したのって2017年で、ランニングシューズがねメインのブランドになってくるんで、あんまりまだね馴染みがないっていう人も多いかなと思います。ただアパレルにいる人たちはもうここ2年ぐらい他の人気がドカンと上がってきてるんで、結構ファッション用途で使う人も多くて、僕の勝手なイメージだとスニーカーショップとかで働いてる人の私物他になってきてるなっていう印象があって、よく履くシューズ、それもわかるな。本当に履き心地もいいしデザイン性もいいと。特にこのサンダルは人気ですね。まあ、このホカオネオネって略してホカって呼ぶ人が多いんですけど、このホカにはさあ飛ぼうっていう意味があるらしくて、もうまさにねそれを体現したようなね歩き心地の良さ、なんか次の一歩がどんどん出るようなシューズなんで、ブランド名をこの機能がねしっかりと体現してくれてるなといった印象です。続きまして機能性の次はシルエットの話とかをしていこうかなと思うんですけど、ホパラってね、まあ、いわゆるボリュームサンダルなんですよ。このボリュームサンダル何がいいかって、ワイドパンツとの相性がすごく良くて、まあ、ザキさんもよくこれ履く理由の一つなんじゃないかなって思うんですけど、基本ワイドパンツじゃないですか。そんな人はホパラめちゃ合いますね。というのも、例えばこれぐらいボリュームがあるサンダルじゃないと、現代のワイドパンツ履いた時にもう裾どうにもなんなくなっちゃうんですよ。この靴が負けちゃうんで、ワイドパンツにこれぐらいのボリュームはねもうねないとダメなんです。でもサンダルっていう季節感もしっかりとあるし、ワイドパンツとの相性もいいんで、めちゃくちゃねうちの視聴者さんとかホパラ使うんじゃないかな、愛用するんじゃないかなと思ってます。肉厚なソールのおかげで身長も多分4センチぐらい漏れると思いますし、まあ、この後実際に着用を見せしますが、まあ、この靴のこの部分のねくびれもしっかりとあるんで、まとまりやすさもあるんですよ。着用の方がよりはそれは分かりやすいかなと思うんで、その時にね実際に体感していただければなと思います。そしてデザイン性ですね。これ全部単色一色、ブラック一色なんですよ。だからシンプルになりやすいんですけど、現代のトレンドって結構装飾性が求められるトレンドになっていて、シンプルすぎないファッションの方がおしゃれに見せやすかったりするんです。でこれがまさにそうなってて、黒一色で色数的にはシンプルなんですけど、作りは複雑なんですよ。例えばここの肉抜き、スリットのデザインがあったり、このねシューレースだったり、そこに付属するパーツだったり、ネオプレーンの素材だったり、アウトソールのラバーだったり、このトゥーキャップだったり、全部素材違うわけですよね。黒一色なんですけど、素材を複雑に切り替えることによって装飾性っていうのを出してます。シンプルだけど人とは被らない、そんな作りになっていますし、コーディネート自体が複雑になるわけです。合わせやすいけどしっかりと差別化効く、そんなスタイリングに変えてくれるサンダルなんで、とても使いやすい。ということで、そんなホパラ実際にね着用してみたんで、ここからシルエットだったりコーディネートご覧ください。
はい、ということで実際に着用してみました。こんな感じのシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じですね。はい、ということで見ての通りなんですけど、結構ボリューミーなねサンダルになっていて、スニーカーとサンダルの間ぐらいな見た目になっているんですけど、本当に今っぽい形になっていて、ボリュームがあって主張はあるものの、横の部分しっかりとくびれているんで、かなり合わせやすい形になっています。この部分もへこんでなくて、くびれがなくて、太いと思いっきりね合わせにくくなってくるものなんですけど、ここがシュッとしているとボリュームのあるスニーカーサンダルであっても割と合わせやすいです。今のトレンドとかを考えると、これぐらいのボリューム感がないとパンツに負けてしまうんで、本当に今ね2023年履きたいサンダルだなといった印象です。でおまけになんですけど、信じられないぐらい歩きやすくて、サンダルだと思って買わない方がいいっていうぐらい歩きやすいです。スニーカー以上に歩きやすい、それぐらいすごくいいです。それ見た目ボリューミーですけど、はい、軽さとかどうですか？軽いですね。めちゃ軽です。まあなんかちょっとねスニーカー寄りの見た目してると思うんで、スニーカーぐらいの重さって持ってる人いるかもしれないですが、もうサンダルかな、いやサンダルにしても軽い方な気がしますね。相当履き心地はいい、めちゃくちゃいいです。で見た目も今っぽいし、はい、この後コーディネート紹介しようと思うんですけど、ソックス見せコーディネートとかもねすごくおすすめなんで、こんな感じで中がちょっと見えるような作りになっているんで、まあ、そのあたりもね紹介させていただけたらなと思います。あとホールド感ってどんな感じですか？めっちゃありますね。サンダルだとホールド感ないもの多いと思うんですけど、これはすごくあります。この先端部分にアジャスターがついてるんですけど、これしっかりと意味があるアジャスターになっていて、ホールド感高めることもできますし、本当にサンダルっていうよりは高機能ハイテクスニーカーみたいな感覚になります。サイズ感を教えてください。普段通りのスニーカーサイズの感覚で買うのがおすすめで、僕はこれ26センチ履いてるんですけど、普段も26センチスニーカーだったら選ぶことが多いです。サンダルだからちょっとねちっちゃくしようとかはしない方がいいかなと思います。ということでまず一つ目のコーディネートご覧ください。こんな感じですね。本当にお手軽コーディネートにしています。トップスサマーニット、パンツサルエルのハーフパンツで、靴がホパラで、バッグはリモンタナイロンのボディバッグを使ったコーディネートなんですけど、ホパラ以外はうちのブランドのアイテムで今回合わせています。特にこの上下なんですけど、もうすぐリリースする予定の、まあ、この動画見るタイミングによってはすでにリリースしているかもしれませんが、うちのローラインにあたるゾゾラインですねでリリースする予定のアイテムなんで、多分上下足してもね本当に7、8千とかで買えるんじゃないかな、もしかしたら激安だと思うんで、気になる方はぜひねチェックしていただけたらなと思います。でバッグの方は高級素材ですね、めちゃ高い素材を使ったリモンタナイロンを使ったボディバッグになっていますっていうお手軽コーディネートなんですけど、まあ、夏らしく半袖 T に、ハーフパンツっていうところで季節感を出しつつも、まあ、サルエルのねハーフパンツでトップスも半袖ではあるんですけど、 T シャツではなくニットを使うことによって差別化を図っています。普通に考えたら半袖のトップスにハーフパンツって夏の定番コーディネートだと思うんですけど、サルエルにすることとニットにすることによって一気に差別化が図れると。で小物もしっかりと気合を入れていいものを持ってくると、すごく真似しやすいんですけど人とは被らない、そんなコーディネートになっています。次にね紹介するコーディネート、ここから少しだけねレベルアップしたいと思います。はい、ということで着替えました。ちょっとだけねレベルを上げたコーディネートになっています。ポイントとしてはソックスですね。ソックスを使ったコーディネートなんですけど、このホパラって、まあ、中がちょっと透けて見えるようなデザインになってるじゃないですか。だからこそソックスコーデが生きてくるわけなんですけど、こういった白のソックスとかを使うと結構目立つんですよ。視線集中するんで、ここだけに視線集中させてしまうと結構ねコーディネートチグハグになりやすいんです。そんな時どうすればいいかっていうと、同色のこういったタンクトップとか中に入れてあげるとか、まあ、あと小物とかでもいいんですけど、例えば白のね時計とか、まあ、なんかつけてあげることによって白を一箇所じゃなくていろんな場所に散りばめてあげると視線がね集中しなくて結構まとまりやすくなってきます。で今回だとレイヤード用のタンクトップで視線誘導しているわけなんですけど、こちらも次の ZOZO シリーズで出す予定のラウンドのレイヤードタンクトップになっているので、おそらく2000円ぐらいでね買えるんじゃないかなと思います。ちなみにソックスの方はユニバーサルプロダクツのソックスになっています。まあ、夏のコーディネートっていうとやっぱりアイテム数が少なくなってくるっていうのがおしゃれに見せにくい原因のね一つなんですけど、こんな感じでレイヤード用のタンクトップとかだったりソックスだったりを使ってアイテム数を増やしてあげるとコーディネートが複雑になっていって差別化が効くようになってくるんで、ぜひ夏のコーディネート組む際はアイテム数を減らさないっていうのをね意識していただければなと思います。
はい、ということでね、ここまでシルエット、デザイン、機能性、コーディネートいろいろ見てきたわけなんですけど、こちらお値段 16,500 円ですよ。めちゃくちゃ安くないですか？まあね、16,500 円と聞いて、まあ、反射的に高いって思う人もサンダルなんでいっぱいいるとは思うんですけど、これで 16,500 円なら正直めちゃ安い。元取れます。というのも、ファッションって絶対小物に投資すべきで、靴だったりバッグだったりアクセサリーだったりストールだったり腕時計だったり、こういった小物には絶対お金かけた方がいいんですよ。で、洋服はユニクロ自由でとりあえず大丈夫。まずは小物に投資してください。おしゃれは足元からっていう言葉もある通り、靴って超絶目立つポイントなんですよ。目立つポイントどこがあるかって言われたら、首、手首、足首の3首って言われていて、そこには人の視線が集中するわけなんですけど、靴はいわゆるその中の足首に当たる部分ですね。ここ結構重要になってきます。でも靴にはお金みんななかなか出さないんですよ。靴の良さが分かってる人って靴ばっか買うっていうぐらい投資するんですけど、ファッション頑張ろうって思った時に靴にお金かける人なんてもうほぼゼロ。100人いて1人いるかいないかぐらいで、ほとんどの人はまあトップス、シャツ買ったりだったり、ダウン買っただったり、コート買っただったり、そこにお金を投資するわけなんですけど、そうじゃなくて最初靴からいきましょう。で、夏はこのホパラ持っておけば大丈夫です。このホパラのいいところは夏だけじゃないっていうところがいいポイントで、ロングシーズン使用可能になってます。なぜかっていうと、先ほどのコーディネートでもお見せしたと思うんですけど、ソックスコーデめちゃくちゃ生きるデザインになってるんで、夏はね素足で履いてソックスでもいいんですけど、もちろん使えますし、春と秋はソックス入れてこれ使ってほしいなと思います。ということで、このホパラをまとめると、デザイン性も複雑でも黒一色で使いやすい、ソックスコーデができるんで春夏秋ロングシーズン使えて歩き心地は異次元にいい。ということでね、機能性もいいし、見た目もいいし、コスパもいい。それがね、ポカオネオネのホパラっていう商品になってます。これで 16,500 円。ぜひね、これはね購入していただきたい一品です。で、ホカって、まあ、アパレル中心に今めちゃ人気出てきてるんで、在庫なくなっちゃったらまずいんで、この動画見て気になった人はもう急いで買った方がいいです。で、結構店舗行っても、店舗自体あんまないんですけど、在庫そんなないんで、で EC で買うのを僕も昔おすすめされたぐらいなんで、 EC で買った方がいいんじゃないかな。で、サイズ感は普通のスニーカーサイズ選んで大丈夫です。サンダルだからちょっと下のサイズ選ぼうとかしなくて平気。あと、ホカって在庫なくなったやつのなんか再生産しなかったりするんですよね。なので本当買い逃しが危険なんで、この動画見て気になった人は本当にすぐね買うことをおすすめしたいなって思います。ホカオネオネめちゃくちゃおすすめです。ちなみに今回の動画ではホカオネオネのホパラというモデルをね紹介したんですけど、他にもクリフトンだったりボンダイだったり、ホカの定番どころは僕すべて所持してるんで、そっちも動画にしてほしいなんていう方はぜひね、チャンネル登録だったりでリアクションしていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。最後にお知らせです。このチャンネルでは、次の洋服何買えばいいんだろうテーマに、本当におすすめできるアイテムを厳選して紹介しています。ユニクロや GU など実際に毎シーズン全て購入して比較しているのが強みです。これまで1000万円以上かけて比較してきました。また関係者しか入ることができないユニクロや GU などのファストファッションからハイブランドの展示会にも参加させていただいています。誰でも確実におしゃれになれるようにファッションのノウハウも紹介中。洋服選びで困っている人はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。また僕はシティというアパレルブランドを展開しています。洋服はもちろん、アクセサリーやバッグなどこだわり抜いたアイテムを毎週販売中。ユニクロなどのファストファッションから卒業したい人や、人から褒められるようなおしゃれに挑戦してみたい人にはぴったりなブランドで、どこにも負けないコストパフォーマンスで展開しています。アイテムの情報は僕の公式 LINE でご案内しているので、気になる人はぜひ概要欄から LINE 登録していただけると嬉しいです。もちろん無料です。